そんな星野さん、実はおよそ20年前アッコにおまかせに生出演。現役投手だった頃、世界のホームラン王王貞治さんと対決した時の話になり、一回王さんであるんですよ、うん、歩かせる、ワンアウト二三塁、ワンアウト二三塁、はい、同点、同点、ファースト空いてる、ね、これはもうセオリー、今私が監督でも歩かせ、うん、そうそうでしょ、監督で、自分でも監督の立場ではそうする、うん、しかしその時投手監督来た、うん、やだやだ勝負させてくれ、うん、5月5日だったの、うん、今日は子供の日だ、うんね、それ何の感じなの、いやいや子供がたくさん見に来てるから、見に来てるから、うん、その前で俺が逃げるわけいかない、うん、第1球投げた、投げた、さよならホームラン